はい、どうも、こんにちは、JSXBC83 です。まあね、僕はね、まあ今までね、しばらく動画を投稿しておりませんでした。まあ、なんでかと言いますと、ちょいとばかし忙しかったんです。なんで忙しかったというと、まあ朝起きて、ご飯食べて、寝て、起きて、ご飯食べて、寝ての繰り返しです。エンドレスループですよ。それでね、こちらの T シャツ、見た瞬間気づいた方もいると思うんですが、あのゲームチャンネルの T シャツです。こちらユニクロでね、UT.me の方で作らせていただきました。これがね、今まで着てたっていうか、これからも着るんですが、メインチャンネルのために作ったね、ダッセー T シャツですね。ものすげえダセー T シャツなんですが、まあ、これもまあダサいっちゃダサいんですが、はい、まあ一応ゲームチャンネル用に作りました。はい、ゲームチャンネルチェックお願いしますっていうステマというか、その宣伝をするために来たっていうね。それでね、本題に入っていきましょう。今回タイトルをね、見ていただければわかると思うんですが、まあね、この動画を見てくださってる方の中にもいると思いますし、まあ僕もそうなんですがね、まあ中二病っていうね、中二病発症している方っていると思うんですよ。まあ僕も実際中二病です。自覚してるからこそね、今後ね、治ると信じてるけど治んないかもしれないんだけどね。それでね、まあ中二病といえば、なんかちょっとさ、かっこいいことしたくなるじゃない。そういうお年頃じゃないですか。僕はね、ちょっとね、ギターをね、やっぱね、中二病ってわけじゃないけど、やっぱね、ギターとかそういうの始めたくなると思うんですよ。でも僕はギターを持っていません。それでね、楽器屋に行ったんですよ。店員さんの話がね、面白かったので。これはね、詐欺に遭う人と同じ心理がな、僕って多分ね、詐欺に遭いやすいと思う、将来。店員さんの話聞いてたら、うわ、これすげえ。これ持ってたらなんかもうちょっと、ギター弾けるのと同じぐらい、ちょっとかっこよく見えちゃうんじゃねっていう、夢ビジョン、あ、夢ビジョンドリーム、ドリームビジョンは、まあまあ、そんな感じのやつで、ちょっと面白いもの買っちゃいました。正直な話、現段階で、そみたいにいらないです。その商品が、これです。こちらです。こちら、まあ見ていただければわかると思う。だけど微妙だと思うんですが、アンプです。まあ、僕ギター弾けません。ギターも特別持っていません。なのにアンプを買ってしまいました。僕なんで買ったんだろう、なんで買ったのか本当なんですよ。多分あの時の心理状況がどうかしてたんですよ。このお店に行く前にXJAPAN のライブのチケットが外れたんですよ。2枚応募して2枚とも外れたんですよ。それのショックから多分精神的におかしくなって買っちゃったんだと思います。まあほら、エアギター一人ライブをやるために多分買ったんだと思います。はい、それ以外考えられません。というわけで、せっかく買ったのでね、まあ開けてみましょう。こんな感じでね、多分メーカーさんはローランドというメーカーだと思います。ローランド。まあ僕は知らないんですけどね。まあ箱全体こんな感じで、こんな。ダムない。おぉ、はい、来た。なんかいろいろ入ってるね。まずこれが多分 AC アダプター的なやつ。センス的な。納豆の匂いがする。なんか箱の中から納豆の匂いがする。トリセツですね。お、で、これ本体だ。お出ましだぜ。どどーん。はい、というわけで多分こちらがアンプ本体となりますね。マジで何買ったんだろう、こんな。お、かっこいい。すごくかっこいいです。はい、というわけで本体こんな感じですね。もの、結構かっこいいですね。それでなんか回すとことかなんかいろいろついてるね。なんかミキサーみたいだね、なんか。裏はなんかこんな感じでなんかいろいろあるね。電池入ってないし。あ、なんか電池もないし、まあこれといったギターもないけど、ちょっとやってみますか。これ AC アダプターこんな感じで置いたけど、結構でかいですね。でもアンプにしては小さいかな。多分 AC アダプターで動かせば電池いらないのかなと勝手に思ってますが、試してみますか。ザ中二病って感じ。こういうやつ。あ、わかった。カバンみたいにさ、つけて持ち運ぶためのムチ。爆発しねえべな。いや、怖い。耳塞げ。こんな感じで光りました。つきました。まあね、でもついたんだけど、ギターがないから試せないから面白くないなと思ったじゃないですか。そう思ったじゃないですか。持ってるんすよ、実は。ケーブルをね。ケーブルも持ってても弾けないと思うじゃないですか。僕まあ本当は欲しいギターがあって、それをね買いたいなと思ってたんです。まあそれが結構お高いギターなんで、しばらく買えないんですが、安物のしょぼいギターならうちに元から結構前からあるんで、それで音出してみましょう。はい、というわけでこちらね、ものすんげえくっそ安いね。まあネットで買うと最悪6000円ぐらいで買えるくっそ安いギターなんですが、前からあるもんなんで、これで試しに音出してみますか。そもそもなんでこんなものがうちにあるんだって話なんですが。はい、というわけでこちらがケーブルですね。というわけでギターのここにこれを挿しますね。こんな感じです。で、もう片方のこれをアンプに挿します。怖い。どうやって鳴らすの？はい、というわけでね。あれから、まあ、1時間近くね、格闘した結果ね。まあ、なんでこちらのアンプから音出なかったかっていうと、ギターのボリュームがゼロだった、そういうオチでしたよ。結局音は出ました。わかりづらい。こっちからも音出るからわかりづらいんだけど、一応は、こんな感じで音出たし、こんな感じで一応音は出ますね。みんな僕弾けないと思ってるでしょ。めちゃくちゃ弱いから。マジでね、ジョン・レノン並みにね、弾けるんすよ。こんな感じでね。あ、まあ弾けないんですよ。弾けないけども、なんでアンプを買ったかっていうと。まあわかんないんですよ。これぞ、中二病の極み。まあね、というわけでね、ギター持ってない人、ぜひこちらのアンプ買ってみてはどうでしょうか。まあね、何に使うかっていうと、飾りっていうね、あとこの上に座ったら、まあ椅子にもなる。便利なものなんですよ。まだやばらんでしょうね。まあね、こういうね、かすいギター、めちゃくちゃくっそ安いね。ネットだと6000円くらいで買えるギターなんですが、中二病っぽくなるんで、もうね、すでに中二病発症中の方は、さらにこれで、これとこれでね、中二病をね、アンプさせましょうよ。欲しいギターを買って、ギターを弾くつもりはないんですよ。ただ飾りたいだけっていうね。じゃあ直さ
らこれいらないんじゃないかよ。よいしょー。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回はこんな感じでね、まあ、中二病をね、今極めてみたよっていうね、動画でした。冗談みたいな値段だったらいいんですけど、違う意味で冗談みたいな値段なんですよ。マジでなんで買ったんだよっていうね、話ですよ。はい、というわけでこちらの動画が初めてだって方は、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。パソコンの方はね、下にピンク色でチャンネル登録というところがありますので、よろしくお願いします。こっち側には過去動画を貼っておきますので、そちらからよろしくお願いします。こちらのね、T シャツにもある通りに、まあね、こう、ゲーム実況チャンネル GSXS フラグの方のね、ゲーム実況チャンネルの方もぜひチェックしてみてくれたら非常に嬉しいなと思います。Twitter、ゲームチャンネル、サブチャンネル、その他のもの全部説明欄に貼っておきますので、暇な方はぜひチェックしてみてください。まあ僕の場合ね、まあもうすぐ夏休みは終わるんですが、宿題は終わってないっていう状況なんですが、はい、皆さん終わってる人もまだっていう人もいると思うのですが、暑風っていうほどの季節でもないですが、体調に気をつけて頑張っていきましょう。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。はい、というわけでね、こちらのチャンネルが初めてだって方は、ぜひコンキャンチャンネル登録を。はい、というわけで、こちらの動画が初めてだって方は、ぜひコンキャン。はい、というわけで、こちらの動画が初めてだって方は、ぜひコン。はい、というわけで、この、はい、というわけで、この、もう、言えないんだけど。